イランの都市ハラージュ。イランの一部で使用されている言語、ハラージュ語、ハラジ語。イラン出身で異端として、バグダードで卓形となった旧世紀のイスラーム、神秘主義者ハラージュ。13世紀末に、アラウディーン・ハルジーが、奴隷王朝を倒して、北、インドに建てたハルジー朝を、ハラージュ王朝と表記することがある。イスラーム法に定める地祖のこと。 本項目では、語について説明する。ハラージュは、イスラーム法における土地に対する課税のことであり、人頭税地図屋に対して、土地や家畜に課する租税である。地祖と翻訳されることも多い。歴史上、伝統的にイスラーム諸国家、イスラーム省庁の主要財源の一つとされてきた。ハラージュは、イスラーム教の預言者ムハンマドが、 アラビア半島に住むユダヤ教徒の農地からの収穫物の半分を奉納させたことに橋を発すると言われるが、当時のアラビアではまだ土地そのものに対する課税がなく、ムハンマドはユダヤ教徒とキリスト教徒からはジズヤと称される人頭税とアラブ人からはムスリムの宗教実践の一つとして記者の意味も有する金賞なザカートを徴収したのみであった。 ザカートは一種の義務的な給品税で、家畜や農産物の現物徴収であった。イスラーム政権が土地や作物などを税として徴収した講師としては、627年の半奪の戦いの後に条約違反を問責され討伐されたメディナ地方のユダヤ教徒部族、クライザ族の土地が接収された後、その土地と収穫物について税が課された例が、 最初である。しかし、この時期はまだ個別的な事例に対する課税にとどまり、地祖という課税対象の分野が確立されるのは、聖党カリフ時代以降を待たねばならない。632年のムハンマドの死後、聖党カリフ時代と呼ばれる時代となるが、イスラーム世界は、急速に拡大し、広大な領域を支配するようになった。政党カリフ、うまる一世の柄付けの剣。 期待の英雄との評価もある第二大政党カリフの生まれイブンハッターブは前代カリフの時代に達成されたアラビア半島の統一を背景にシリアやメソポタミアイランエジプトなど多方面に遠征軍を送り出して驚くべき早さで達成されたアラブの大征服を指導したパレスティナもまたムスリムの支配するところとなり記録によれば 当時エルサレム宗主教であったソフロニオスは638年の説教でイスラーム教への敵意と部別を交えながらベツレヘムがムスリムの手に落ちたことを警告している。ウマル一世はまたサーサーン・朝のイランからはリーワーンつまり財政関係の諸制度東ローマ帝国からは行政関係の諸制度を導入した。 イスラーム共同体の支配地域の拡大は、共同体の財政基盤の拡大、戦利品の集計と、前線兵士たちへ分配する放給と、糧食、国庫への納入額の算出を必要とし、正確な調税記録と課税物件を記した帳簿、それらを管理する物局の必要性が生じることとなった。本来、D1 とは、帳簿のことを言うが、 財政部門の整備と拡大に伴い租税台帳の作成とその管理部門が設けられるようになり、やがてこれらを管理する財政関係の部局そのものを指す名称となった。ハラージュはこのような大征服の時代にサワード地方で行われた土地課税を行使としていた。征服地では政治的、軍事的に優位な地位にあるアラブ人がヒアラブ人や ヒムスリムを支配するために、彼らから、人頭税、土地税を徴収する制度が採用された。ウマル一世自身も、シリアやパレスティナ全土の住民に対しジズヤとハラージュの支払いをうかわりに安全保障の権利を確約するという内容の和平条約を結んでいる。ここでは、イスラームの教えを強制することなく、非正福民の宗教や慣習、言語などは尊重された。 非征服民でイスラーム政権を認めた人々はイスラーム政権からの庇護を受けた。ズインマを受けたヒムスリムの人々のことをズインマの民と呼び同じ意味で単にズインミーとも言う。これは預言者、ムハンマドの時代にアラビア半島内のヒムスリムの住人たちに対して与えたことを起源とするがアラブ征服時代にイスラーム政権に下った各地の先住民たちはべて ズインマのミニコール、ズインミーとして扱われた。また、聖書を報じ、神の啓示と一神教を信仰する、ユダヤ教徒やキリスト教徒は、経典の民として、偶像崇拝を行う、他の宗教の信者と区別して優遇された。後に、イラン高原や中央アジアのソグディアナへの征服が、進むと、その地域にいたゾロアスター教徒の住民たちも、同じく、 経典の民として扱った。タバリーやバラーズリーなどの歴史家が伝えるところでは、8、9世紀の北インド遠征でもアラブ軍に降伏した仏教勢力の人々に対しても、モスクの建設やズインミーとして租税を課す代わりに、ズインミーとして従来の信仰や生活が保障された例が見られる。非征服国の公有地やイスラーム政権に抵抗した。 人々の私有地は没収されたが、ズインミーの土地の場合は、現状のままとして、それに保護を加えた。没収地は、政府で管理したが、アラビア以外ではムスリムに分け与える場合もあり、また、ムスリムが土地を購入することも認めた。イスラーム教徒に分与された土地は、カティアと呼ばれた。人頭税や土地税を納める義務を持つのは、本来的には、 異教徒のみで、イスラーム教徒の場合は、ザカートと、その人が、カティーヤを所有する場合は、ウシュルと呼ばれる少額の地素等と納入すればよかった。イスラーム教徒には、他にも特権があったので、非政府民は続々と、イスラームに回収した。アラブ征服時代、各地に進出したアラブ軍は、多くが、部族集団単位で行動する一方で、現地勢力とワラー関係。 つまりパトロヌス・クリエンテス、保護、非保護の関係を結んだ。ワラー関係とは、イスラーム以前からあった、アラブの社会監修の一つで、何らかの理由で同外の部族や家族、個人と保護、非保護の関係を結ぶことを言ったが、このパトロン・クライアント関係の当事者のことをマウラーと呼び、その複数型がマワーリーである。アラブ征服時代に、アラブ戦士が、 遠征先の現地勢力や個人とワラー関係を結び、マウラー、マワーリーとなった。元来、アラブでのワラー関係の当事者となる対象は、自由身分や奴隷身分化は問われず、アラブムカーティラも、アラブの慣習を遠征先でも用いた。そのため、マウラー、マワーリーとなった現地の人々も、領主クラスの自由人から、一般民衆、家人、奴隷など様々であり、 マワーリーがすなわち奴隷身分になるということではなかった。現地の人々は多くの場合アラブムカーティラとアラー関係を構築した上でその非ゴ民となったが現地の豪族たちはアラブ軍の指揮官やその部族とアラー関係を結んだ上で自らや一族の指定と婚姻関係を結ぶ場合も多く見られた。このようにアラブの部族のマワーリーすなわち非ゴ民となるのが 一般的であったが、イスラーム政権での制度上では、租税などの面で、アラブ人ムスリムと同等に扱われることは、ほとんどなかった。各征服地には、アミールと呼ばれる、朝税官が派遣された。イスラーム教徒は、非支配者に、おおむね旧支配者が課していたのと、同程度の税を課した。しかし、ジズヤと、ハラージュとは合わせて、村落単位で一括徴収されたため、 実務的にも、また用語的にも、両者を厳密に区別する必要がなく、両者を合わせたものが、旧東ローマ帝国領では、ジズや旧サンサーン長領では、ハラージュと呼称されていた。ウマイア朝は、カリフくらいの世襲制を採用したイスラム世界では、最初の王朝スタイルの政権であり、ムスリムであるアラブ人による、集団的な移民族支配を国家統治の、 原理としていた。そして、非支配者である非アラブ人の中からイスラームに回収する者が多くなるにつれて、彼らからの税の徴収をどう立法化するかが大きな問題となってきた。8世紀初頭、工作者や土地保有者が非イスラーム教徒であれ、回収者であれ、税は土地そのものに課せられるという土地税の概念が確立した。その土地税は、 人頭税地図屋とは、明確に区別されたものとして、ハラージュとして確立され、ハラージュの課せられた農耕地は、ハラージュ地と称されて、イスラム税法の完成を見た。アブドゥルマリクによって建設された、岩のドーム英種として知られる、第五代カリフのアブドゥルマリクは、聖地メッカによって、カリフを自称し、ハンウマイヤ超行動をとっていたイブム。 ズバイルに対し、アルハジジャージュをショートする大軍をメッカに派遣して、これを討伐させて、帝国支配を回復した。戦後、アブドゥルマリクは、アルハジジャージュを、イラク総督に任じたハラージュは元来、ジズヤと共に、回収しないズインマの民に対する構想であったが、ズインミーがイスラームに回収して、ハラージュを納入しなくなり、国庫収入の減少を招いたので、 これを防ぐためアルハッジャージュは、都市に集中した回収者の機能を促し、ムスリムでも、異教徒と、同様、ハラージュを治めさせた。アブドゥルマリクは、租税徴収の官庁 D1 アルイコールハラージュの、公用語をアラビア語に統一し、その役人には、すべてイスラーム教徒を認じた。こうして、ウマイヤーサでは、ヒアラブ人は、ズインミーとして、 ジズヤとハラージュの納税義務を負わせるアラブ人市場主義が採用された。それゆえ、ウマイヤ朝はアラブ人による征服王朝としての性格を濃厚に有していると評される。しかし、ハラージュをマワーリーから徴収する政策はすこぶる不評であった。特に首都ダマスクスのあるシリア在住の改修ペルシャ人は大征服時代の初期段階で、 ムスリムとなったにもかかわらず、アラブ人ムスリムとの間に、税負担の不平等があることに、大きな不満を抱いていたのである。ウマイヤ朝の、第八代カリフであった、ウマル二世は、こうした不満を見て取り、また、ズインミーのイスラームへの改修を奨励しようとして、ズインミーとマワーリーの租税負担に差を設ける必要を、訴え、マワーリーからの地図や徴収を停止しようとした。 ウマル二世は、また、719年以降、これまで、ウシュルを支払っている者はそのまま認め、イスラーム教徒がハラージュを治めていた農地を所有する、ことを禁じ、これは、国有地を退借しているのであるから、その対価として、ハラージュを支払わなければならないとした。すなわち、イスラーム法が整備されていく中で、すべての土地は、ムスリム全体の共有物であり、 それゆえ土地からの収益もイスラーム社会全体に還元されるべきものであるという実質的な土地国有の観念が確立したのであり、これによって政府は土地の所有者の宗教に関係なく土地税としてハラージュを課すことができるようにしたのである。その上で異教徒であるズインミーを公職から追放し、彼らからは一層の重税を課すことにした。 生まる二世の地図屋における税制改革はほとんど成功せず、収入源と支出増を招き、行政府の混乱も招いたとされるが、第九代のヤズイド二世や第十代のヒシャームによって継承され、また、神の前におけるムスリムの平等という理想は後にアッパース朝によって実現されることとなった。征服王朝の性格の強かったウマイヤ朝の支配は、 領域的拡大が飛躍した反面、王朝政府とアラブの諸部族との対立、また、部族的に見れば、南アラブと北アラブとの構想、シーア派の成立と、その主張、分派であるハワーリジュ派の反体制主義的な運動、非アラブ人回収者たちのムスリム平等の気球などによって正常は、必ずしも安定しなかった。現在のバグダード、アッバース革命は、 このようなうまいや朝支配に不満を抱く人々が、預言者、ムハンマドのおじ、アッバースの子孫イブラーヒームイブンムハンマドの進める、改革運動に協力することで拡大していった。この革命は成功し、アッバース朝が開かれて、イスラーム世界のあり方が一変した。南イラクの平原の中心には、新しい首都として、バグダードが建設され、イブラーヒームの弟、 アブアルアッバースは新しい王朝のカリフとなった。アッバース朝地下ではそれまでのヒアラブ人に対する税制上の差別待遇が撤廃された。すなわちムスリムであればヒアラブ人であってもジズヤは課されず、その一方でアラブの特権は廃されてアラブ人であっても土地を所有していればハラージュが課されるようになった。言い換えるとハラージュ地は 土地所有者の宗教に関わりなくハラージュを支払い、ズインミーはその他に人頭税地図屋を支払うこととなったのである。こうして、神の前での平等が成立し、信者間の民族差別、人種差別が解消した。ウマイア朝が、そのアラブ人中心主義から、アラブ帝国と称されるのに対し、アッバース朝は、地域や民族の垣根を越えてイスラーム法が、 社会の隅々にまで行き渡ったイスラーム帝国としての内実を備えるようになったのである。アラブ人ムスリムのハラージュ農入に際して援用された理論が前代の生まる二世によって始められた国家的土地所有の理論であり、それによれば征服地は本来ムスリム全体の所有に帰属する不可分な土地財産であり、これを養役するアラブ人ムスリムは 時代としてのハラージュを国家に納入する義務を負い、これは、マワーリーやズインミーと同額でなければならないとする、ものである。アッパース朝五大カリフで、イスラーム帝国の前世紀を築いたと言われる、ハールーヌア、イコールラシードに仕えた8世紀の、イスラム法学者で、カリフの政治顧問と初代大カーディに任じられた、アブユースフの著に、ハラージュの書がある。ハラージュは、 国庫収入に占める割合が最も大きく、帝国の主婦と各州の周知には税務庁が設置され、早くから徴税組織が整備されてきた。ハラージュは勤労化、現物の、もしくはその両方で徴収された。その課税方法には、土地面積に応じて、毎年一定額を徴収する、定額制のミサー派と、毎年の実際の収穫量のほぼ半分を徴収する。 三角比率制のムカ様の二つがあった。また、カリフの名において、管理を任命して、所管庁の監督しハラージュ地を呼び渡し、領地からの調税、さらに最高裁判所の判事などの業務を担当する、アッパース長の最小は、大きな権限を持ち、旧世紀頃から、文官を指揮する責任者として、ワズイールと呼ばれた。イスラーム教はしばしば、 トーランか喧嘩という言葉に代表されるように、イスラーム宣教を大義として、ジハードを展開した好戦的、熱狂的な宗教と理解されることがあるが、実際には、異教徒の改修には、あまり熱心ではなかった。イスラーム教自体が安易な改修を嫌う性質の、宗教であったためもあるが、イスラーム王朝の国家財政にとっては、 回収によって、ジズヤが収められなくなることは、直ちに収入源につながったからである。そして、異教とは、ジズヤやハラージュを収めさえすれば、契約の民、ズインミーとして、彼らの信仰、生命、財産の自由は保障され、宗教的共同体としての自治を許されたのである。なお、11世紀初めのシャーフィー学派の法学者、マーワルディの表した、 当地の初期則には、ハラーが土地そのものに課される負荷であり、課税額は、その土地が負担できる額によって決まること。徴税者は、土地の質の違いや、作物の違い、推理方法の違いなどを、よく考慮して、課税額を定めるべきことが記載されている。アラビア語で、分与された土地あるいは、 税収入を意味するイクターを授与される見返りとして、軍事方針を提供するイクター制は、10世紀半ばのイラン系シーア派のブワイフ調地下のイラクにおいて始まり、セルジューク長時代には、イランやシリアへと広がって、さらに、アイユー部長やマムルーク長時代のエジプトなど、トルコ系の省庁においても重要な国家制度として、機能した。イクター制は、 地方政権が各地で自立を強め国家財政が厳しさを増し、官僚機構を通じて税を徴収して厳密な予算編成を行った上で軍人に現金補給を支給することが困難になったために採用されたものであり、ダイアミールやスルタンは配下の軍人や兵士に生活の基盤となるイクタンを授けたので、この需要を通じて国家秩序が形成された。 イクターの保有者は土地を所有する権限そのものはなかったものの、イクターの中の農民や都市民から自らの取得分として土地税であるハラージュや商品税としてのウシュルなどを徴収する権利だけが与えられたのであり、ムクターはイクター収入を用いて兵士を養い、戦時にはこれらの従者を率いて参戦することを義務付けられたので、 高齢者やフグになった者はこれを返還しなければならなかったし、スルタンの不況を買ったためにイクターを没収されることもあった。セルジューク長下のイクター制によって、ハラージュ長州圏の世襲化が進行し、これはトルコ人によるイスラーム封建制の基盤となっていった。現代においては、イスラームを信奉する各国においてもシャリアに基づく税制は採用されておらず、 他の諸国家同様、世俗法で定められた各種の税を徴収している。ABCDE 羽田、ABC 五島明、ABCDEF 島田、ABCDEFGH 前島がもう P78 家畜は、その種類によって税率が違ったが、夏目屋市には収穫の10%が課された。イスラム辞典データベース、定かそれゆえ、土地税と、 人頭税と区別する必要のある場合は、土地税を、土地の地図や、人頭税を、首のハラージュと呼ぶ要礼が生まれた。イスラム辞典データベース、地図やハット ABC 島田 ABC、東洋市辞典ハット ABC 後藤明 ABC 島田ファイトは、シャリアにおける、戦利品特に不動産の戦利品を意味しており、国家的土地所有の考え方の根底には、 戦利品は本来ムスリム全体の利益に、供するべきだというファイ理論がある。イスラム辞典データベース、ファイ岩波書店、世界史資料 P164AB 佐藤 P46 から47。ありがとうございます。